はい、おはようございます。さあ始まりましたザ・コウタロー上昇のメソッド、今回で第20戦目ということで、見てくださっている皆様のおかげで、20戦目まで、続けてくることができました。これからも頑張っていこうと思います。で、本日なんですけれども、関西のとあるホールさんにお邪魔しております。今日の立ち回りの方なんですけれども、実は一度メソッドで、来させていただいたことがあるホールさんで、今日に関しては、まあ、過去の傾向データ等を含め、おそらく信頼をメインに、高設定投入が見込める状況なんじゃないかなと思っております。まずは、信頼を狙っていくのがセオリーかなというところで、一番直近がもうほんと数日前ですね、パチスロ鉄拳5が導入されておりまして、その前の入れ替えで、パチスロ鋼鉄城のカバネリー、そして、犬夜叉でアクエリオンが導入されているというところで、まずはこの4機種を狙っていきたい。で、中でも、まあ、本当に一番直近で導入された鉄拳5が、まあ、4大構成として導入されてるんで、まずはここを第一候補にしていきまして、一応、第二候補にカバネリーで、その後、まあ、アクエリオンだったり犬夜叉であったりで狙っていこうかなと思います。それではまずは抽選の方行ってまいりたいと思います。本日も一日よろしくお願いいたします。抽選4番ということで、まあ、間違いなく取れるんですけど、まあ、その第一候補の鉄拳5の中でも第一候補第二候補と絞ってあるんで、まあ、そこがどうかっていうところですね。お願いします。あ、やっぱみんなそうですね。前の方全員信頼。うわー、取られるか。一瞬で埋まりました。第一候補第二候補取れなかったです。第三になってしまいました。まあ、しょうがないですね。はい、今入店しまして、朝一の状況っていうのを確認していたんですけれども、まあ、やはり鉄拳5はもう真っ先に埋まりました。で、その後に、まあ、カバネリとかも、あとは番長ゼロとかも埋まったという感じです。まあ、前代埋まったというわけではないんですけど、まあ、狙われている方はいらっしゃったと。で、前回もリセット傾向が非常に強かったんですけれども、今回もバラエティコーナー含め据え置きの台っていうのは今のところ見受けられないので、まあ、ほぼ前代リセットに近いんじゃないかなと。で、まあ、今日の朝一のお客様の層の人数含め、おそらく後積も二の矢っていうのも今日は放てる状況なんじゃないかなというところなんで、まあ、深追いせずにフットは軽く動いていくのもありなんじゃないかなというと、まあ、それはね、もうちょっとこの後の状況も含めということになるんですけれども、まあ、まずは、確保できた鉄拳5から実戦スタートしていきたいなと思います。やっていきます。この鉄拳5なんですけれども、まあ、ちょっと導入されてまだ本当に数日しか経ってないというところで、まあ、僕も一応予習っていうのはもちろんしているんですけれども、実際のその実戦経験っていうのはほぼない、打ててない状態です。なので、まあ、ちょっと演出面と、まあ、もう配信される頃は結構時間は経ってると思いますんで、まあ、演出面そして解析とちょっと、足らない部分もあるかもしれないですけれども、ご了承いただければなと思います。で、現状出てる設定判別要素なんですけれども、まあ、いくつか出てるんですけど、まず一つ目が AT 初当たり出現率ですね。これが設定位置が475分の1に対して設定6が369分の1で、あとはボーナス確率、これが、まあ、合成ビッグレギュラー合成で設定位置が273分の1に対して、まあ設定6が229分の1なんで、まあ、AT そしてボーナスともに、まあ、やはり高設定の方が当たりやすくなってますよと。で、設定、あと設定差のある子役っていうのもありまして、まあ、スイカが主になってきますかね。子役に関しては設定1が113分の1に対して6が94分の1で、一応チャンス目も設定1が248分の1 6が227分の1とちょっと差あるんですよ。まあ、これに関しては本当にビサなんで、まあ、サンプルとしてはちょっと使えないかなというレベルですね。で、あと一応分母は大きめですけど、特定ボーナスにも設定差がありまして、スイカプラスボーナスが設定1で約4100分の1に対して設定6が、まあ、1928分の1なんで、まあ、倍ぐらい差はありますよという感じですね。はい、すいません、
チェリーで当たってました。ごめんなさい、説明途中であのボーナスタッチもうちょっと早くできたんですけど、ごめんなさい、申し訳ないです。早かったですね。投資2本です。でボーナス揃えて当選ケーキプッシュしてもらうとここで分かるんですね。これ赤点滅なんで、まあ、ジャックチェリーで当たりましたよというところですね。40ゲームです。でレギュラー中は、まあ、ここの、まあ、今青背景ですけど、これが赤背景だとレア子役下で、そのレア子役で AT 抽選されてますよと。あとこのなんかキャラとかでも秘密があるかもしれないんですが、現状分かんないです。はい、何事もなく48枚で終了です。あ、煽ってますね。で、まあ、これ本当にね、まだ高設定のサンプルとかも、まあ、結構いろいろ調べてみた見てもやっぱり少ないんですよね。で6の挙動設定6実践のデータを見たところ、このまあレギュラーごとが32ゲームで全長、まあ、今全長来てますけど、それを介して AT に突入するっていうケースも何度かあったみたいで、まあ、それに設定差があるとかもちょっと本当にわからないんですけど、はい、鉄拳ゾーン12ゲームからですね。まあ、鉄拳ゾーンに関しては本当に普通に、まあ、今青から黄色で黄色から緑みたいな色を上げていけばいくほど期待度が高まりますよと。黄色で8点でちょっとさすがにきついかな。ダメでしたと、うん。まあ、レギュラーからは AT ならず。まあ、設定判別要素、他の要素でいうと、まあ、あとは確定資産になりますね。ゲロットトロフィーだったり終了画面での資産、そして、まあ、ビッグ中白7と青7中の、まあ、技術介入をすることによって、まあ、そこで設定資産も分かる場合がありますよと。でこれ多分スイカとか数えてくれないんですね。山佐の台は今までね、ニューパルとかでも読みと QR 読み取るだけで数日間の子役とかも見れたりしたんですけど、これは全部自力で数えない。この今多分これスイカなんですけど、ああチャンス目でした。ちなみにスイカは振り打ちで大丈夫です。取りこぼさないんで。外れ。で今チャンス目を引きまして、まあボーナスはなかったんですけど、チャンス目からの AT 直撃が一応レア役の中では一番優遇今の数値ではしているんです。はい、鉄拳ゾーン行きました。まあこれチャンス目からの前兆ですね。一応ね設定位置で約 20% 直撃があると言われてて、強チェリーとかでも 10% とかなんで、だからまあ低設定に関してはわからないです。ここはまだ設定1の数値しか出てないんで、6に関しては強チェリーとかもっと優遇されている可能性は全然あるんですけど、残念と。まあ、通常時に関しては、まあ、どういうゲーム性か、まあ、シンプルにご説明させていただきますと、主に3つのルートから AT を目指す感じになっております。1つ目がレア子役からの直撃、そして2つ目がボーナス経由で、3つ目がチャンスゾーン経由となってまして、まあ、主にはレア子役直撃と、ボーナス経由になってくるのかなと。チャンスゾーンに関しては設定6でも重めのデータを見るんですよね。だからまあチャンスゾーンはそこまでめちゃくちゃ経由で入るというわけではなく、やっぱり直撃そしてボーナスからかなという感じですね。一応現状僕の左右隣が AT1 回ずつ、そして一番右の台ですね、僕は2つ右隣になりますけども、2回目の AT 入ってると、何にも起きひんな。多分チャンス目1回だけやもんな、引いたの。俺スイカゼロやねんけど、やばくない？スイカゼロやけど、まだ、まあ、朝一からこの話はしたくなかったんですけど、天井です。天井が、750ゲームプラスアルファで AT 当選となっております。まあまあ、まだ350ゲームぐらいありますけど、ただここまでスイカもゼロなんですけど何にも起こらない。さあこれで600ゲームすでに投資21本なんで、これもう絶対
ボーナス引いたらダメですね。あかんやつです。ボーナス引かずに750ゲーム消化して AT に入れましょうという局面ですね。もう朝からこんな捕まんのきついな。え、あ、ここでね。さあ676ゲーム2回目の強チェリー、ここだ。ボーナスいらんねん、ほんまにマジでいらんからな。で発展で止めろ止めろ。隕石なんか止められるわけないのよ。止めんなよ。セーフセーフセーフ。手前で天井手前でボーナス引かんくてよかったなっていう感じはありますけど、はい、一応鉄拳ゾーン経由で当たるのかな。あ、そうですね、はい、796ゲームから鉄拳ゾーン突入。はい、810ゲームやっと当たった。あー長かったな、もう朝から朝一天井総投資27本。なかなかの極悪展開ですけれども、まあ、これで頑張りましょうと、ちょっとでも取り戻そうという感じですね。音はいい、まあ、チャンス告知でいきますか。一応50ゲームプラスアルファの純増 1.3 枚の AT でございます。消化中はレア役で、まあ、ゲーム数上乗せしたり、まあ、ボーナス絡めたりでロング継続を目指していくと。で一つ、まあ、ポイントになるとすれば、まあ、今ハズレ引きましたよね。ハズレの2分の1でここのレベルが1個ずつ上がっていって、さらにこの段位、まあ、今初段ですけどこれが10段階やって10段階目、までいくと鉄拳をチャレンジという特化ゾーンのチャンスが劣るんで、まずはそこを目指していきましょうっていう感じですかね。だからまあ通常時全然レア役引けなかったですけど、本当に AT1 もレア役が結構大事なんで、一応チャンス目強チェリーならば 100% 上乗せします。強チェリーなら20ゲーム以上でスイカとかちょっと薄いですけれども乗れば50ゲーム以上乗るんで、何か引けまず。さあ今レベルが1段階上がりましたと、9分の2。あかん、何も引けへん、残り10ゲーム。いやーちょっと駆け抜けは勘弁してくれ。あ、チャンス目からの上乗せ30ゲーム。さあボーナスはどうでしょう。負けました。はい、早い、早いした。まあでも鉄拳はここからですから、ここから鉄拳チャンスに行きます。でこれが期待度が 50% と一応 90% の2つ2種類ありますと、一応7ゲームあって最低1回はバトル発展します。お、いじってるぞ。だから発展すればするほどチャンスが増えるんでお得。はい、来ました、頼むぞ。さあ対戦相手星3つ社員微妙なとこですけど、よし行くよ、頼むぞ。これなんかデフォなんですけどチャンスかと思いますよね、この赤。あーやばいか、危険度3食らう。ダメダメか。あー最悪。これがもうラスト、本当のラスト。3度目の正直頼む。まだ終わるには早すぎるからね、150枚しか取ってないからね。さあ
うわー、弱じゃないけど強いやつね、星に。よし、いくよ。なんか引け。ファイト。むちゃくちゃ危ないやん、もう最悪や、引き戻しもせんの、ゼロ。うわー、つるら。ただまだ復活がここであるんでないか。終わりました、143枚で。この終了画面で設定差がありまして、まあ、青背景でこのキャラなんで奇数設定差にはなります。はい、この台なんですけれども、まあ、朝一天井を食らってしまいまして、まあ、ボーナス確率だったり AT の直撃の出現率であったり、そしてスイカ確率に関しても全ての数字が設定1以下というところで、さすがにもう打てないんでこの台はここでやめたいと思います。一旦ちょっと出玉の方を流さないといけないので流したいと思います。110枚流しました。はい、まあ、鉄拳を打ち終わりまして、今店内見て回ってるんですけど、まあ、現状ちょっと打ち出せそうな台はないかなというところですね。ただ、まあ、今日のお客様の層を見てみれば、あまりそのガツガツと設定判別をしながらこう耕しながらっていう方はいらっしゃらないんですよね。なので今日に関してはもしかしたらその今いい挙動をしている鉄拳5もしかしたら開くかもしれないですし、で、今カバネリに関しては全4台あって、3台稼働してます。で1台はもうやめられてるんで、ですけど残り1台の空き台っていうのは朝1、あ、まだ朝1台回ってない台と。ただね、カバネリもやっぱり1台2台いい挙動をしているんで、もしかしたらそれが当たりかもしれない。いい挙動をしている 1,2 台っていうカバネリがもしダメならば、またその4台の中に多分1台は僕は高設定今日は入ってると思うんで、まあ、ゼロの台を耕すっていうのもありだと思いますし、いくつか選択肢はあると思いますので、まあ、ちょっとね朝一だいぶ投資がかさんでしまってちょっと厳しい状況にいきなり追いやられてはいるんですけれども、まあ、まだ焦る時間ではないと思いますし、まあ、しっかりちょっと一旦冷静になって、まあ周りを見ながら今後の攻め方、まあ、高設定目指してね頑張っていきたいなと思います。はい、しばらく店内を見て回っていたんですけれども、まあ、なかなかね、設定狙いで打ち出せそうな台はなく、いい挙動をしている台もちょっとね、現状開く気配がないというところで、ちょっとこれからは安い期待値っていうのも、まあ、視野に入れつつ、まあ、打っていかないといかなければならない状況になりつつあるのかなと思いますん でその中で今鬼浜の、2ゲーム目が空いてますので、この台ゾーン狙いで打っていきたいと思います。はい、103ゲームで8点です。あかん、やられた。ないか。はい、まあ、ゾーン狙い失敗ということでやめます。時刻は15時半というところなんですけれども、まあなかなか長時間見て回っておりまして、打てたのが鬼浜1台だけというところで、今日どうするかなんですけど、やっぱりまあ高設定狙いで動いていきたいっていうのがありまして、で、ずっとまあ朝から注目していた新台ですね、 6.5 号機が、やっぱり鉄拳5に関しても、候補台のうち1台が未だにいい挙動をしている、あれの台に関しては多分もうほぼほぼ間違い上で間違いないんじゃないかなという挙動をしてます。まあ、圧倒的にね、初当たり確率とかも別格で当たってるんで、ただまあそこが開くかどうかって言われると、まあこれカバネリも同様なんですよ。1台いい動きをしていて、それの方もまあずっと朝から打たれてると。ただまあ、鉄拳5とかもその子役をカウントされてるっていうわけではないんで、もしかしたらまあ夕方とかやめられるっていう可能性もあるんで、まあ、ここは引き続きしっかり見ていきたいなと思うんですけれども、ただこれ開かない可能性があるんですよ。そうなった時にじゃあその他で攻めれるところはどこがあるかって考えた時に、ここのホールさんの傾向としてやっぱりジャグラーシリーズが毎日強い台があるって、特にマイジャグラー5ですね。おそらくマイジャグラー5に関しては1台以上はいい挙動を毎日している台が、高設定挙動している台があるんで、今日も、しっかりレギュラーついてきている台があるんですよ。で、まあ子役カウントしながらね耕されてるっていう方もいらっしゃいますし、チャンスがあるとしたらマイ5
なんじゃないかなと。なのでここからは高設定狙いとしては選択肢は2つ、6.5 号機のE挙動の台が開けば撃つ、そしてあともう一択でマイジャグラー5ですね。であとはまあ状況に応じて稼働状況などを見ながら、まあ、ゾーン狙い天井狙いも視野に入れながら今後ちょっと立ち回っていこうかなと思います。まあ、当たりの可能性は非常に高いんじゃないかなと思いますので、この台高設定狙いで撃っていきたいと思います。お疲れ様でした。初日の実戦が終了いたしました。上昇のメソッドを見続けたらパチスロの勝てる確率、積も率などが上がるという噂もありますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。